トヨタビッツトヨタベルタベルタは、トヨタ自動車が日本において製造、販売していた小型4ドアセダンである。社名はイタリア語で、美しいまたは美しい人という意味にちなんでいる。プラッツの後継者であり、二代目ビッツをベースとしている。プラットフォームなど基礎的設計、仕様はプラッツと同様にビッツ共有であるが、ビッツとは異なる専用の設計。 趣きが、プラッツ以上に明確となり、ホイールベースの延長、ボディ形状や低重心のスタイル、車内設計などセダンとしての独自性が格段に、高められた仕様となっている。エンジン及びトランスミッションは、FF 車には1.0リットル 1KR、FE エンジンと1.3リットルに精霊し、FE エンジンを設定、トランスミッションは、自動無断変速スーパー CVTI が装備される。 1.3リットルエンジン仕様の 4WD 車はに NZ-FE エンジンを搭載、4足 AT のスーパー ECT との組み合わせとなる。日本国外では北米、南米、オセアニアなどにおいて、ヤリスセダン、中国及び東南アジアにおいては、ビオスとして販売された。北米向けは、ヤリスハッチバックのモデルチェンジにより、南米向けはエティオスの投入。 展開によりそれぞれ販売終了としたが、オセアニア向け、ヤリスセダンと中国、東南アジア向け、ビオスについては、ヤリスハッチバックのモデルチェンジ後も引き続き生産、販売された。ベルタは、ビッツ系モデルの実用的、経済的な機能性と、セダンとしての上質性を備えている。アナログ式、センターメーターレイアウトを採用。 オイールベースはビッツより 90mm 延長されて、ラクティスと同数値の 2550mm となり、最適化された車内空間、大容量のトランクが装備される。ボディの CD 値はプラッツ、および9代目カローラセダンと同数値の0.29を達成。宮城県警察においてパトロールカーとして、検否導入された。2006年10月1日、 グッドデザイン賞を受賞。トヨペット店とトヨタカローラ店で販売された。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第93号11ページより、日本史上未発売の4代目、マツダデミオの4ドアセダンモデルの OEM 車種。これらの日本国外仕様には1.5リットル1、NZ、FE エンジンの設定もあるが、日本仕様ではカローラセダンとの競合を避ける。 市場戦略から2012年6月のブランド終了まで未設定に執着した。前期型は1.0、1.3XS パッケージ、1、3G に、後期型は X ビジネス A パッケージ、ビジネス B パッケージを除く、全モデルにタコメーター付けセンターメーターを設定装備。ベダポーによる測定では一体固定式、リアシート使用者が四十八リットル、 6、4分割可動式、リアシート使用者は475リットルの容量をそれぞれ確保している。販売終了によりトヨペット店では、初代コルサセダン以来約34年間続いていた、コンパクトクラスのセダンが一旦消滅した形となり、2020年5月1日より実施された東京都内を除く、残りの全地域でのトヨタ車の全車種取り扱い開始に、 トモナイカローラアクシオ EX が投入されるまでの間7年11ヶ月の空白期間となった。また、トヨタのスモールセダンとしてはプラッツに続いてメーカーオリジナルの特別使用者限定車が一度も投入されたことのない車種となった。2012年5月11日カローラアクシオがプラットフォームを共有化して2代目にフルモデルチェンジ。2006年8月8日より社名を 大阪トヨタから大阪トヨペットに変更。ありがとうございます。